世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日は、金曜日で、夜船橋の集会が終わって、インターネット委員会が終わって、今この収録に入っています。ですから、今はもう10時頃でしょうか、ちょっと遅くなっていますね。それで今日の聖書の箇所は詩篇の105編の19節、神の彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。この試しという言葉です。で、私たちは神から祝福を受けるとともに、主が私たちを試します。それは私たちの信仰を立て上げ、テストするためですよね。それで私は神学生になる時にその試しを受け、その試しの結果、大きな祝福を受けることになりました。で、それはですね、私はその時福音派の教会にいたんですね。そして神学校に行くということで、その、福音派の教会からは、ある福音派の神学校に行くことに決まっているようなところがありまして、それは、結構ちょっとエリート的な神学校だったんですが、そこに行くというそういう状況だったんですね。そしてそこの神学校から一人教会に使わされている方がいて、その人のとの関わりもあってですね、私が次の年にその神学校に入りたいということが伝わっていて、その神学校の何人かの方々が私のために祈ってくださっていたんですね。で、当然彼らはそこに来るものと思い、私はそこに行くものと思っていたんですね。ところが願書提出の時が決まり、願書提出という時になってですね、私はですね、まだそこの神学に行けという主の指示を受けていなかったので、こう祈り始めたんですね。どうして今まで祈ってなかったのかといえば、当然そこの神学校に行けと主が言われるだろうと思ったからです。ところが祈り始めたら答えがないのですね。で、私は焦りました。はっきりと確信を神様与えてくださらないのですね。それで願書を提出が来ても願書を提出できないんですね。そうしましたらですね、神学校で祈ってくださっている方が何をしてるんですか、早く出しなさいというような、そういうようなことを言ってくださったんですね。それで私は焦って出さないといけないと思ったんですが、そこに行けという神様の指示がないのです。で、日が過ぎていき、とうとう締め切り日まで来てしまったんですね。しかし神様がそこに行きなさいというふうには言ってこられないのです。周りからはなぜ行かないのか、どうして行かないのかというふうな形で見られ、非常に圧力を受けたんですが、しかし神様は言われないのですね。そしてとうとう願書締め切り日を過ぎてしまいました。そしたら兆候で入りなさいって言ってくださったんですね。ありがたかったんですが、しかし神様はそこに入りなさいとは言われないのです。そして神様は言われないので、私はですね、アクションを起こすことはできませんでした。そして最後の最後に、そこの神学校ではなく聖恵神学校に入りなさいと主に言われたんですね。それでまず私は聖恵神学校に聴講生として入ることになったのです。それが私の運命を大きく分けることになりました。後になってなぜ主が、その福音派の神学校に行くのに、この答えを与えてくださったさらなかったのかということがはっきりと分かったんですね。それは半年ぐらい経った時に、私はカリスマとなりました。で、カリスマは当時福音派の教会から忌み嫌われておりましたので、非常に厳しい立場になったんですね。そしてその時一つのことが起こりました。それはですね、当初私が行こうとしていた福音派の神学校、この神学校がですね、反カリスマの働きの牙城となったのです。その反カリスマの中心となったのですね。で、それを通して一つ分かったのは、もし私がそこの神学校に行ってたならば、
まず確実に退学となっていたでしょうし、非常に茨の道を歩んでいたでしょう。ところが政経神学校はですね、かつてカリスマ問題でのトラブルを体験していました。何か不幸な結果がになったようで、そして神学校自体がですね、もう二度とあのような対応をしたくないと、まずこう思っていたことです。それともう一つはですね、当時の理事長の人がその問題を通り抜けたカリスマの人だったんですね。それで私ともう一人の学生がカリスマになったということを知って、そのカリスマの理事長の方は理事長を辞めようとしていたんですが、私たちにこう言ってくださいました。あなた方が卒業するまで私は理事長にとどまる、そしてあなた方を守ろうと、こう言ってくださったのです。そして私たちはですね、確かにその理事長の言われる通りに、終わりに至るまで守られましたし、また政経神学とはカリスマの痛みを体験していたので、私の首を切るというようなことは決してしませんでした。そしてそれがですね、その後の運命を大きく分けることになりました。主に聞き従うということは非常に大きな祝福となります。しかしその時、答えが来なかったことによって、私は試されました。しかし主の恵みによって御心を行ったことを通して主の祝福を受けるようになったのです。試されても主の言葉にしっかりと立っていきましょう。どうもありがとうございました。